とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はボスラッシュやっていきましょう。使う装備がこれですね。ビースティンガー、弱体化重力、これに、ドラ、パワーシェイカー、羽、これでやっていきましょう。防具はソウルダンサーのヘルスシナジー、クールダウン、そしてパープルストームのロールチャージ、クールダウンショット、無限です。行きましょう。それでは、まずはこいつから行っちゃいましょうかね。サクッと倒しますよ。行くぞ。いい感じ。ビースティンガー、これ攻撃力は別にないので、アーティファクトのパワーシェイカー頼みですね。やっぱ重力と弱体化入れると全然強いわ。すっごいいい感じ。で、このパワーシェイカーのダメージを上げるために、ソウルダンサーだね。263だし、ヘルスシナジーが入ってるので、生存率高いです。まあ、30% のダメージ回避っていうのも、ポイントではないでしょうか。次。それでは次、ここ行っちゃいましょう。ムーシュルームよりも、HP は低めなので、余裕でしょう。減るねむちゃくちゃ減るな余裕すぎ。では、大釜行っちゃいましょう。大釜名もなき者は、HP 低いから、余裕でしょう。なんじゃこの減り方。パワーシェイカーが入ってなかった、最後。次は、名もなき者です。行きましょう。こいつこそ HP 低いからね。まあ余裕じゃないですか。取り巻きが若干面倒な感じはするけども、まあまあ一発です。はいはいはい。攻撃が終わった時がお前の最後。当たらないです。リーチが、いまいち短い。リーチがいまいち短かった。まあまあ仕方ないね。よし、OK。パワーシェイカーあと2。終わり。まだ終わってなかった。難しい。それでは、次は邪悪な村人です。行ってみましょう。まず最初のチビは雑魚だから何とでもなるね。で、次だよね。うまいこと発動しながら行かないと倒せないよ。行け。おお、残ったね。意外なほど残ったぞ。終わり。ちょっと待って。嫌だな。2残ってるわ。よし。行け。うっとうしい。うっとうしい。よし。いける。いやー。どこだどこだ、本体どこ、本体どこ、いたいたいた。よし。しゃあ。しゃあ。終わりやー。ジャングルの魔物を行ってみましょう。どんぐらいでダメージが入るようになるかな。最初のうち入んないよね。それはもちろん入らんわな。多分お腹のところの鼻だよね。あれが、なんかあるんだよね、確か。いいね。ビースティンガーで、うまいこと、出てきてくれた。しゃ。もうちょい。しゃ。オッケー。リープリーフたちが出てきてるね。通常じゃ火力が低い。邪悪なレイス行きまーす。うまいこと最初から当てていきましょうか。ここだよね。いけ。うまいこと入ってない？もうちょい。終わり。終わったでしょ。おー、時間さー。それではここはちょっときつ、いやきつくはないか。雑魚戦も全然大したことないし、いやー大したことあるぞ。 OKOKOK、 ドラとかだから
そうか、シナジーがそこまで発動しにくいか。あ、まあまあまあいけるな。263だから HP も高いし、うん、大丈夫でしょう。こいつがね、この無敵状態になったっていうのがすごく戦いづらい。うん、多分以前だったらあれだよね、このあれ、ちょっと待って、え、俺装備ミスってる？あ、いや、ミスってない、ミスってない。なんかあれだな、パワーシェイカーがあんまり発動しないような気がしたんだけども、いや、そうでもないか、俺の使い方次第か。いや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 、やっぱりパワーシェイカーのパワー256が欲しいところですね。ダメージが全然違うと思うんだよな、256になると。なんで欲しいな。待て、 OK、 うそ、回復早くない？回復早いよ。じゃあか、これ2つ、いやいやいや、ダメだな、2つつけるとダメだもんね。ローリングでバーストボーストリングつけてなんとかしていくか。いや、難しいね。そうすると火力自体は上がりそうな感じだよね。しゃ、あれ、もう、なんでバグか？え、なんで？ちょっと待って。両方、ちゃんとしてるんだけど、こいつ攻撃ができない。嘘！どうすりゃいいんだ、これ。なんだよ、さっきのバグは、あれは。どうしようもなかったよ。まあまあ、5分ぐらい時間が経てば戻ったんだけども。なんだあれ。全然あんなんじゃ早く倒せない。よし。これで、いいやろ。OK。うっそもう。元に戻るの早くない？元に戻るのめちゃくちゃ早いんだけど。こんな早かったっけ？無敵時間が本当に鬱陶しくなりましたね。全ボスの中で一番めんどくさいやつになったのかもしれない。いやいや、これは時間かかるよ。 OK、 いけ、終わり。めんどくさ。古代のガーディアン行きまーす。いけるっしょ、問題なく。こいつはトゲがあるけども、もうこの装備はまさにトゲキラーと言っていいやつなので、問題なくいけるんじゃないっすか。 OK、 ザコも速攻。 OK、 もういつ出てきてもいいように調整しときます。来い、よし、 OK、 ドラ使って、しゃー、いいね。あー、でも、うまくいけばね、今の2回目ぐらいで倒せるんだけど、ちょっとうまくいかなかったな。よっしゃ、あぶね、息が持たない、息が持たないよ。おお、蜂が出てきてくれてるのは嬉しい。よし、 OK、 来い、 OK、 いけ、あーもう難しい。まあまあ、そもそも難しかった、無理だったのか。これが多分パワーが高ければいけたんだろうなっていうふうには思う。おそらく256だったら多分削り切れたんじゃない。いくぞ、いけたっしょ。お、ちょっとラグい、ラグい。それではエンダーの心臓いきましょう。いいね、いいよ、いいよ、いいダメージ。ここで耐えるときがちょっとめんどくせえかな。そうでもないか。あ、蜂がいい働きしてくれてるね、本当に。
でもここでは倒しきれないか。若干火力が足りないね。まあまあまあいいでしょう。オッケーオッケー、蜂が出てきてくれるだけでラッキーだから。よしオッケー、いける。あー戻られた、戻っちゃったか。戻らなければよかったけどね。待って、はまるから。あ、ちょっと待って、はまらせて。オッケーオッケー、しっかりはまらせてください。オッケー。やっぱ普段の攻撃じゃね、どうしても倒せないんだよな。まあこれは仕方がない。これはもうしゃあないよ。火力ないんだから。よし、行くぞ。いけ、ちょっと待って。いける。いける。しゃあ。はい、ということで今日はビースティンガーとパワーシェイカー使ってボスラッシュやってみました。まあまあまあ楽勝ですね。でも途中途中のボスがやっぱり強化されてるっていうのがなんか分かっちゃったな。まあめんどくさくなってきましたけども、まあそれが本来の姿でしょう。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。